ルシファー、ルシファー、ルシフェル、ルキフェル、ルシフェルともは、明けの明星を指す、ラテン語であり、光をもたらすものという意味を持つ、悪魔、ラテンの名である。キリスト教、特に西方教会、カトリック教会やプロテスタントにおいて、ラテンの長であるサタンの別名であり、魔王サタンの堕落前の天使としての呼称である。ルシファーは、英語からの音訳で、 古典ラテン語読みでは、ルキフェル、ルーキフェル、教会ラテン語読みではルチフェル、その他日本では、ルシフェル、ルチーフェロ、リチフェル、などとも表記される。キリスト教の伝統においては、ルシファーは、打天使の長であり、サタン、悪魔と同一視される。神学で定式化された観念においては、悪魔はサタンともルシファーとも呼ばれる、単一の人格であ、 悪魔にルシファーの名を適用したのは恐怖たちであった。例えばヒエロニムスは金星を指すラテン語であったルーキフェルを明けの明星としての輝きの喪失に悲嘆することになるかつて大天使であったラテン長の名とした。この光の打天使師としてのルシファーの名がサタンの別称として普及したが恐怖たちはルシファーを悪魔の固有名詞としてでなく悪魔の堕落前の状態を スコトバとして用いた。キリスト教の伝統的解釈によれば、ルシファーは、もともと全天使の長であったが、神と対立し、天を追放されて、神の敵対者となったとされる。ヨハネの目視録12章7節を、その追放劇と同定する場合もある。天使たちの中で最も美しい大天使であったが、創造主である神に対して、無本を起こし、自らが天使となったと言われる。 堕天使となった理由や経緯については、様々な説がある。神によって作られた天使が神に背いて、堕天使となったという考えは、旧約義天内子キリスト教目視文学の、に見られる。その中で、悪魔はアダムに向かって、自分は神の似姿として作られたアダムに拝礼せよという命令を拒み、そのために、神の怒りを買って天から追放されたのだと語る。 クルアーンにもこれに類似した話があり、イブリースは、粘土から作られたアダムに寄配せよという神の命に、背いて堕落したと数箇所で述べられている。キリスト教では、悪魔は罪によって堕落した天使であるとされ、オリゲニス、アウグスティヌス、ディオニュシオスワレオパギテス、ダイ・グレゴリウス、ヨハネス・ダマスケヌスらは、天使が罪を犯すという問題について論じた。ダイ・グレゴリウスやセビーリアのイシドウルスは、 罪を犯して堕落する前のサタン、イコールルシファーは、すべての天使の長であったとし、中世の神学者たちも、サタンはかつて最高位の天使である、死天使かサトシ天使の一人であったと考えた。イザヤ社の聖句は、第一義的には、バビロンの王を指しているものであるが、アウグスティノスはこれは預言者イザヤが悪魔を、バビロニアの君主の人格をもって象徴的に、表していると説明している。 ビリー・グラハムはここに、ルシファーの五つの、私は行おう、という罪が見られると解説している。エゼキエル書二十八章十二から十七節は、堕落前のルシファーの輝かしい記録と言われている。エゼキエル書二十八章一から十節は、ティルス、ツロの君主。十二から十九節は、ティルス、ツロの王である。ここで、ティルス、ツロに述べられていることは、悪魔に当てはめられる。 キリスト教会では、ルシファーはサタンであると考えられてきた。恐怖たちはルシファーを、サタン、打点し、悪魔と結びつけている。恐怖テルトリアヌス、コントラ・マルシナム、V11、17、オリゲネス、ホマリーズ・オン・エゼキエル13らがそうであり、ヨハネの目視録12、7、ルカによる、福音書10時18分がその根拠となる聖句である。末、ヒエロニムスは、 聖書のラテン語訳、ブルガータにおいて、ヘブライ語の明けの明星を意味する言葉、イザヤ書十四章十二節を、ルシフェルの語を当てて訳した。ラテン語のルキフェルは、キリスト教以前から、明けの明星である金星を指すものとして用いられ、オイディウスやウェルギリウスなどの詩歌にも見られるものであった。旧約聖書は、ヘブライ語とアラム語で書かれており、新約聖書の原点もギリシア語であるため、 ルシファーの語は、ラテン教父たちによる訳語ということになる。今日でも、キリスト教会では、ルシファーはサタンであるという見解が取られている。ただし、サタンやラテン氏を伝説とする考えもある。プロテスタントの福音派は、サタンの人格性を否定する傾向があるとして、自由主義心学、リベラルを批判している。バルト主義者の山本和は,は、日本キリスト教協議会。 NCC 編纂のキリスト教辞典の悪魔の項目でキリスト教の伝統的理解を否定している。また、イエスキリストはルシファーだとする主張がある。ルシフェルはもともとラテン語で光をもたらすもの、ラックスコーフェル運ぶを意味する語であり、当初は悪魔やラテンを指す固有名詞ではなかった。ラテン語としてのルキフェルが見出されるのは ウルガー多聖書の以下の箇所においてである。ここでの明けの明星は、あるバビロニアの先制君主のことを指し、輝くものを意味する、ヘブライ語の、ヘレルが明けの明星、ルシフェルと訳されている。この一節では、明けの明星を意味するギリシア語の、ポスポロスが、ルシフェルとラテン語訳されている。このように、悪魔や、堕天使を含意せず、 時にはキリストをも指すルシファーの語が用いられた事例としては四世紀のサルデーニャの聖人である司教、ルキフェルノナやサンビカカルメンアウローラ、カルメンアウロライなどがある。イギリスの詩人シェリーは地獄の第九層に拘束されているルシファーをおぞましい怪物として描いたダンテを星たちの群れの中のルシファーと褒めたたえた。ルシファーの名の悪魔たるゆえんは旧約聖書。 イザヤ書14章12節に現れる、輝くものが天より落ちたという比喩表現に端を発する。これはもともと、一人のバビロニア王か、アッシリア王、サルゴン2世か、ネブカドネツワルであろうと言われるについて述べたものであった。キリスト教の恐怖たちの時代には、これは悪魔をバビロニアの王になぞらえたものであり、神に創造されたものが落ちて悪魔となることを示す、ものと解釈された。 打点しないし悪魔とされた、この輝くものはヒエロニムスによるラテン語訳聖書において明けの名星を指すルキフェルノ語をもって翻訳された。以上の敬意を持っているシファーは悪魔の名となったとされる。美術史やのルーサーリンクは著書悪魔の中でサタンという言葉とデビル、悪魔という言葉はほとんど同じものとして扱われるが、 必ずしも初めから気を一にした言葉ではないと指摘し、さらに同様に、サタンの同義語として扱われるルシファーについて、論を進めている。ルシファーが悪魔の名とされるようになった由来は、イザヤ書の一節の誤読にしか見出せないと述べた詩人、シリーアクマ論を引き合いに出し、また、ルシファーが天を追われた経緯を最初に決定づけたのは五世紀の恐怖たちであったことを多くの人は知らないとして、 恐怖たちの解釈とその背景について論じている。テルトリアヌスやアウグスティノスなどの恐怖たちは、イザヤ書十四時十二分の落ちた星ないし落ちた王を、サタンとして論じている。中でもオリゲネスは、前述のイザヤ書の一節と、ルカによる、福音書十章十八節に見る、私はサタンが、電光のように天から落ちるのを見たというイエスの言葉とを結びつけ、共に、 サタンの堕落を示すものと解釈した。しかしながら、目視文学に見られるいくつかの記述と、この、ルカによる、福音書の一節の示唆するところ、イザヤ書における墜落した輝く星型天使を指し示すという理解は、目視文学の時代にはすでに現れており、初期のキリスト教にもこの見方は共有されていたのでは、ないか、とする向きもある。ルシファーは、 ルドルフ・シュタイナーの提唱した人知学で用いられる概念であり、悪の二大原理の一つである、もう一つはアーリマン。ドイツ語でルトシファーと綴り、日本ではドイツ語風にルチフェルと表記することもある。シュタイナーは宇宙と人間の進化の過程で人間存在に働きかけた様々な存在に言及しており、ルチフェル、的な例たちもその一つである。 ルツイフェルの影響によって人間は、能動性と自由意志を獲得したが、同時にそれは、悪の契機となった、と論じている。超常現象などに関するライターであるは、ルシファーは進歩と知的探求心の神であるとしている。19世紀アメリカの民族学者、チャールズ・ゴットフリー・リーランドが、トスカーナ地方の女性より入手した、古写本と主張する、アラディア、あるいは、 魔女の福音に語られる神話においては、ルシファーは闇である女神ディアーナとタイとなる光を象徴する女神である。ディアーナ自身よりは語れて生まれた息子であるルシファーは彼女と結ばれ、二人は魔女の女神アラディアとその他の万物を生んだという。ルシファーは中世以来、神秘劇や文学作品の登場人物として現れ、ルシファーをめぐる一連のエピソードが、 様々に変装されて物語られた。西洋文学において、ルシファーが登場する名高い文学作品としては、ダンテの新曲とジョン・ミルトンの失楽園が挙げられる。特に後者は、神に反逆するサタン、イコールルシファーを中心に据えて、新しい文学的モチーフを付与され、訴え上げられたため、その後のルシファーにまつわる逸話に多く寄与することになる。 ルシファーと大天使ミカエルは双子の兄弟だという説があるが、エホバの証人の見解では、ルシファーは悪魔ではなくバビロニア王朝が倒れた後に、その王朝をあざける意味合いで使われた表現としている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。